半球制度とは、かつて、イギリス陸軍やイギリス海軍に存在した制度である。主官が引退したとき、また、第一線で活動していないときに、報酬の半額を受け取るもので、20世紀まで続いた。サミュエル・ピープス半球制度が始まったのは1668年、第二次エ乱ラン戦争に従軍した、海軍主官たちの功績をねぎらうため、 全職の法級に応じた恩級を支給したのが始まりである。1674年になると1等級、2等級の官庁にも適用され、その後1692年にはほとんどの士官にまで適用されるようになったが財政面で行き詰まったため1700年になって対象と官なる士官を限定した。しかしこの対象者を選ぶにあたり、当時は正規の主官名簿がなく、 サミュエル・ピープスが指摘に作った名簿を頼りに人事を行ったが、この名簿は、階級や先人序列の順になっていなかったため、使いにくく、また、海軍の規模も拡大したため、後に、海軍の士官名簿に、大幅な改善が施され、任務収益期間が加えられて、支給基準もそれによるものとなった。陸軍では、半球は一時的な恩級であり、実際の任務の報酬の半分より、 わずかに多い額だった。陸軍の場合、海軍のような転属がなかったため、海軍の名簿のような控えは全く不要だった。陸軍の阪急の二つの本質は一時的な阪急と終身的なものの二通りだった。前者は、戦病、または戦傷で、または所属していた部隊の縮小で職を失ったもので、なおかつ参謀経験のあるものに限られていた。 終身半球は25年以上金属のいかなる士官も対象で1815年のナポレオン戦争終戦の後にも多くの士官が受給することになった。イギリス海軍では士官たちは戦闘で上官を命令された時にだけ任務に就いた。官の任務が終わると無職に戻った。士官たちは再び任務に呼び戻されるまでは半球状態に置かれ、 それぞれの階級に合わせて給与の60%が支払われていた。半給制度は海軍では一般的な制度であった。引退を決めた士官も次の任務に備えて待機する士官も半給制度の対象になった。ナポレオン戦争時には会議が3000人いたがトップの300人だけが最高額の1日あたり7シリングを受け取ることができた。半給は 千人順位に応じてスライド制で計算され、1815年には阪急は年に4回の支給となった。巡視官は軍医や公会長以外は阪急の対象にはならなかった。ホーンブロワー会の勇者第7話、2つの祖国ではフランス行きの任務の命令が下るまで主人公ホーンブロワーが阪急待機生活を強いられる。また、 オーブリーマチュリンシリーズの攻略せよ、幼少モーリシャスでも艦長のオーブリーが半球生活をしている。海兵隊は1815年に半球が前職の3分の2に引き上げられている。ありがとうございます。